思想は日本の出版社岩波書店が発行する月刊誌で現在は人文社会系を中心とした諸分野の論文を掲載している。同社から発行されていた市長をその前身とし、1921年10月に創刊されている。前述のように同社観光の市長の廃刊後、1921年10月に観光を開始した月刊誌である。 岩波書店によると、本市は伝統的に哲学、歴史学、社会書科学の成果を提供してきており、同ウェブサイトでは分野を超えて問題を根源的に考え抜こうとする人々にとって最良の地のフォーラムと紹介されている。現在も月間で観光が継続されており、通常号のほか特集が組まれることもある。また、 特集によっては討論と題して、関係分野研究者などによる討論会の模様を収録することがあるほか、研究動向や名著最高などの文章が含まれることもある。外国人論者による文章の翻訳が掲載されることもあり、これは翻訳の上掲載される。編集に関与した和辻哲郎社会学者の清水育太郎は、思想400号に掲載されたエッセー。 小さな歴史において思想の歴史を次のように独自に区分して論じている。本説ではこの区分を参考にし習いつつ思想の歴史を大きく初期、戦前、戦間期、戦後の時期に区分してそれぞれ論じる。前述のように思想の前身にあたる雑誌として岩波書店から市長が刊行されていた。和辻哲郎によるとこの雑誌は 思想につながる側面があるものの、同人誌的な色彩であったという。この主張が廃刊になった後、2年前後が経過した後に、岩波茂雄によって、雑誌、思想の刊行が計画される。和辻はこの問題に、石原淳が東北帝国大学を退職したことが関係している。可能性を指摘しつつ、岩波が岩波書店の雑誌として、 思想を刊行するのに協力を求めてきたことを10回している。このような経緯の後、大正10年10月に総刊号が刊行された。総刊号に掲載された文章は次のような表題であった。このうち、倉田の執筆した文章は創作であり、議曲であった。和辻によると、発刊直後は掲載された文章の中では、この倉田の議曲の評判が良かったという。 また、ケーベルによる随筆は継続して掲載されており、これはケーベルの成居まで続いた。創刊後しばらくの間の思想には創作欄が設けられていたことが特色の一つである。谷川鉄造によると、倉田のほか、中勘助、小宮豊高、安倍義成らの小説、随筆等が掲載されていた。思想は昭和三年八月号に一度休刊した後、 和辻哲郎、谷川哲造、林達夫らを編集者に置く形で昭和4年4月号に再刊する。再刊号の目次は次のようなものであった。上記のように、この号には随筆的な文章が多数収められているが、谷川によると、この後編集方針として創作欄をなくしたという。この時期には、西田哲学特集、フランス哲学特集などのほか、 昭和9年5月号や昭和11年6月号など時代を反映する特集も組まれている。さらに後の時期には特集、大東亜戦争が組まれた。その後、15年戦争末期には哲学研究者の論文を多く収録し、特に西田北郎の晩年の論文群が本誌に掲載されたことは注目される。また、イデアなどの田中道太郎の諸論文は、 古代ギリシャ哲学に関する優れた研究であり、後に岩波書店から刊行されている。終戦を挟んだ時期にも思想は継続して刊行が続けられており、この時期には西田北郎の政教を踏まえた西田先生追統合なども刊行されている。その後、昭和21年3.4月合併号から1年弱のブランクを経て、 翌昭和22年1月号から本格的な観光が再開される。この昭和22年1月号の目次は次のようなものであった。一見してわかるように、社会学、社会心理学、経済学などの社会科学系の執筆者が多くなっているのが特徴である。同年には、青山秀夫、高坂逸郎、南博福武忠史などの論文が掲載されている。 この後この傾向は継続し、1960年代、1970年代にかけて、大塚久夫、川島武義、日高六郎、松下慶一、坂本義一など戦後日本で活躍した社会科学系の学者の論文が掲載されている。また、隣接領域の歴史学の論文の掲載も見られる。その後もこれらの領域の論文の掲載は、 継続されていくが、川崎治は1970年代後半から、哲学など人文学を中心とした領域に、執筆ジャンルが変遷していったことを指摘している。川崎は、これがアカデミズムにおける専門家を反映していると指摘する。また、この時期は、青二社の雑誌、現代思想などを中心に、フランスのポスト構造主義などに代表される領域の、 議論が活発になっており、本市にも1980年代以降こういった領域の議論の影響が見られる。その後は2007年8月号で1000号に到達し、これを記念しての座談会、思想の100年をたどるの連載なども行われつつ、現在に至るまで観光が続いている。これは1940年代末期から本市に掲載されている文章の名称であり、現在は 基本的に雑誌関東の数ページを割いて掲載されている。1962年から1989年に至るまでの時期の思想の言葉に掲載された書文章は岩波書店思想の言葉に収録されており、これを通じて読むことができる。観光元の岩波書店では本市の電子データ化を進めており、これは研究機関向けにオンライン配信される予定である。 これは、特に初期のものを中心とした、図書館等収蔵資料の劣化に対応したものである。また、思想400号に掲載され、同線号に再録された以下の書論文を参照した。ありがとうございます。